こんにちは。はい、豊さん、はい、毎月のおなじみ総評です。何の月間総評、今日は監督です。やめよ監督頑張ってという意味を込めて。あ、そういうことだ。そういうことです。あ、まあそれだったらいい。ディスるとかそういうことではないです。頑張ろうかも。思い切って思い切ってお前何考えとんねんボケ言うて。斬新しっかりせえボケ。まあそういう叱咤激励も込めてっていうところですよね。頑張ってねって。まあね、今日はまずはセ・リーグ編というところで、現在まあ順位が出てます。7月の終わりの時点で阪神と広島がゲーム差なしで1位2位になっています。で3位に落としました順位を DeNA、で4位巨人、そしてヤクルト中日となってますが、じゃあまずは阪神からいきましょうか。岡田監督、この1ヶ月間、よく粘り込んだなあ。はい、勝負はオールスター明けからだっていうふうに、まあ、岡田監督はこう話の中でね、よくされてて、で俺も実際こう話した時に、まあ、そういう話をしてて、まあでもやっぱ落ちるよりは粘った方がいいし、少しでも前にいた方が絶対有利なんだよね、だからそういう意味ではよく粘ったなって思うのと、近本が離脱した時に苦労してたよね。森下を一番にしたりだとかさ、まあいろいろしながら頑張ったと思うよ。やりくりっていうところですね。まあやりくりっていうところ、まあ、近本がいないで、もう少し調整をさせるはずだった里輝をね、まあ、上げてきてみたいな。で落としたっていうのもそうだし、上げてきたっていうのもそうなんだけど、だからそこら辺のチームへの刺激というかさ、まあそういう意味ではすごく岡田監督はこう頑張ったんじゃないのかなと思うんだよね。そうですね。まあ戦力的には本当に苦しかったと思うよ、この1ヶ月。だけどその中で、まあ、落ちることなく頑張り通したっていうのはね、よくやったんじゃないかなって。そうですね、俺が言うのは変だけどまあでも例えば小野寺選手だったりとか、ね、あと島田選手だったりとか、まあ時に代打でナビロ選手使ったりとか、いろんなところでいろんなこう選手をピースのように埋めながらなんとかっていう。まあまあそうだな、だからそういう意味では慌ててなかったなっていう感じがするよね。でこうなったんだからこうしなきゃいけない、だから我慢しなきゃいけないっていう、その我慢がやっぱ効くよね、バタバタしないというかさ、だからそういうこう落ち着きを持たして、まあ、やらしてるという意味では、すごく岡田監督らしいなっていう戦いができたんじゃないのと思うけど、ね。じゃあ総合的に苦しい時でも、まあ、粘りながら、なんとかこの位置をキープしてるっていうところですね。さあそしてやっぱ上がってきたのが広島です。新井監督、もう満点パパだよね。満点です。満点パパですよ。このやっぱり1ヶ月、まあ連勝もあります。いやだけどさ、1ヶ月の中で、まあ例えばその西川がね離脱したとか、その中で菊池を1回4番に据えたりだとか、上本を4番に据えたりだとかして、よしもう絶対つないでいこうよっていうような統一感を見られるよね。だから、まあ、小園を上げてきて、小園を我慢して使って当たってきましたよね。調子を上げさすとかさ、だからそこら辺ではすごくここもやりくりがね。ですよね。それと栗林が1回セーブを上げたんだよね、だからそこら辺もやっぱ栗林にとってはプレイヤーとしてやってて安心感ができるような立ち位置だったと思うしさ、まあ矢崎っていうのが後ろやってるけど、それを1回その栗林にさせてみるとかさ、だからやり方はすごく選手の気持ちをこうかきたてるというかさ、刺激をするという意味では本当によくやってると思うよ。そうですよね。でこの1ヶ月の中でも後半の方で末金選手ね出して、またその末金選手がその期待に応えたりとか、あとデビッドソン選手もまた戻してきたりとか。デビッドソンも打つと大きいからな。なんていうの、その刺激を入れながら、そんなケツを叩くわけではなくて、その心に訴えかけるというかさ、まあそういうことを感じれるよね。新井監督のその人の使い方を見てると、だから一体感をすごく感じるんだよね。その一体感を作ってるっていうのは新井監督だし、いいよなあ。菊池も今いないからね。そうなんですよ。いない中でこの位置に監督がチームを持っていったっていうのがすごいなって。なんかそのだからね、よくこの戦力的にこの人がいないからっていう評価になるんだよね、例えばこいつが抜けたから、こいつが移籍したからとかさ言うけども、やっぱそうじゃなくて、やっぱ総合力で戦うという面では、まあ、新井監督はうまいな。うまいですよね、でようやくこの3月の後半から始まった粗いカーブというのがやっぱり夏場に来て非常にこう形になって一つになってきてるのかなっていう、それがねこの大型連勝だったり今の位置にいるのかなって感じですけど、もう満点パパです。満点パパですよ。20丸です。20丸。知ってるか、満点パパっていう番組があった。知りません。知らないの？嘘つけ。いや本当です。前の年だったら知ってるはずだよ、満点パパ。何ですかそれ？聞いたなんかね。いや子供が出てきて、お父さんを当てるんだよ。お父さんを当てる。君のパパはどんなパパですかみたいな。はいはい。でこう似顔絵とか描いてって、あこの人は誰でしょうみたいな。で出てくるんだよ、お父さんが。はい、でこう話してるね、じゃあ満点パパ。知らないです。知らないよ。一応20年のタイムラインが。そっか。さあ、松坂さんに喝を入れてほしいのはここです。何？3位 DNA 三浦監督。そうだな。はい、ここはね、やっぱ疲れっていうのが抜けないね。それいつの疲れが抜けないんですか？やっぱ首位に立ってた時期もあったし、まあ、首位争いをしてた時期も長かったし、まあ、今3位というねちょっとゲーム差離れちゃったけど、はい、いるけどもやっぱね選手がね疲れちゃったわ。でそういう経験をしてる選手たちっていうのが少ないから、はい、でもみんなどのチームも疲れてるでしょって言うけど、ここはね疲れの質が違うんだよ、はい、ちょっと考えてほしいのはやっぱね B クラスにいるとき A クラスの3位ゲーム差離れてる時の疲れと首位争いをしてる経験のないチームの疲れの質が違うんだよ、うん、やっぱねその疲れの抜け方が悪いわ。あ、抜け方ですね、疲れのね。それはあるんだよ、はい、やっぱりねそういう面では経験がちょっと足りないかなっていう節はあるよね、うん、DNA の選手たちに。だからまあいい経験はしたと思うんだけども、はい、ここら辺はね危機管理としてこういう時期が必ず来るわけだから、はい、その時にそこまで考えて誰かをこう入れ替えて休ませておくとかさ、はい、そういう危機管理があったかどうかっていうことだよね問題は。だからそこら辺が少し足りなかったのかなっていうような感じがするよ。だから関根でも10年目の選手でこれだけ出ずっぱりっていうことは初めてのことで、これはもう絶対疲れが来るってもう誰が見てても分かるわけ、はい、で疲れたのにポーンと外してさ1週間でも、うん、まあお前もうとにかく疲れとるとかそういうことの入れ替えがあってもよかったかなって思うよね。使い続けるんじゃなくて、使い続けるのも大切なことなんだよ、うん、これはそこを抜けないと一回りも二回りも大きくならないから、うん、だからこれは難しいんだよ、難しいことに直面したんだよね、はい、DNA は途中で。だけどここで危機管理としてどうするかっていうのがちょっと足りなかったのかなっていうような気がするよね。1週間でもリフレッシュっていう意味で外してそこに違う選手で対応していったりっていう柔軟性だったりとかも必要だったんです、うん、だからまあ三浦監督の中で今後関根はレギュラーだっていうふうにこれ何年以降もね、はい、っていうんだったらここを超えさせなきゃいけないんだけどさ。だけど、まあ、そこら辺の判断っていうのはやっぱこう難しいよな。注意に行かなきゃいけない、離されちゃいけないという、こう焦りから1年間のスタミナっていうものを考え違いしちゃったかなっていうようなところはあるよね。あとは、まあ、外選手がいないです、うん、そして今宮崎選手が3番、佐野選手が5番という打順になってます。この辺りっていうのはどうなんですか？これはチームを預かってる監督とかバッティングコーチが、まあ、一番分かることなんだろうけども、俺の理想から言うとやっぱり牧の後ろに宮崎がいてくれた方が牧もいいと思うんだよ、うん、これはなぜかというとさ、佐野も本当にいいバッターだよ、はい、でも佐野と宮崎を比べた時に宮崎の方が勝負強いんだよね。で例えば牧の後ろに宮崎がいてくれた方が牧と勝負をする確率が高いんだよ、はい、でやっぱ佐野って左でしょ。そうなってくると左は避けて牧を、うん、佐野と勝負する確率が高いんだよね、はい、単純に考えるとさ。そしたら右と右だったらやっぱ宮崎も嫌だし牧も嫌なんだけど、うん、とりあえずランナー埋めるよりは、うん、牧と勝負いっとこうかっていう計算が成り立つんだよね、はい、だからそういう意味では俺は宮崎がこう5番にいて、うん、外の長打で楽に帰ってくるという、はい、そういう図式なんだよやっぱあんまりね宮崎を動かしたくないんだよ、はい、怪我も考えなきゃいけない選手だし、はい、宮崎が欠けると大変なことになるから、はい、こう大事に使っていくという意味では3番で走らなきゃいけないんだよねやっぱりね、はい、ある程度。うんだからそうなってくると俺は5番の方が体的にも楽なのかなって、うん、でチーム的にも牧的にも牧を生かすためにも、まあ、宮崎が5番の方がいいのかなとは思ってるんだよね、うん、ずっとね。うんだそういったところの監督コーチの考え方というかそういうのもまあこれはねチームを預かってる人間たちがやることだから、うん、だからまあそれはね一概に俺が言ってることが正しいとは思わないんだけども俯瞰で考えた時にそれが自然じゃないのかなっていうのは思うんだけどね。ちょっと今得点があまり取れないっていうまあそうだなそうなんですよね。まあ4点取った時あったんですよね。あります。あ4点取った時あったんですけどあとは2点以下っていうゲームが多かったのでまあまあ確かにな、うん、でそこがやっぱりファンの方だからね疲れがね、こう戻らないんだよね、うん、だからここら辺がちょっと心配なところだな。あとピッチャーのやりくりの仕方としてはその山崎康晃投手がやっぱりその守護神を外れてその中に来てるっていう。いやー厳しくやってるよ、うん、大輔はやってるけどねなかなかやっぱ調子が戻さないよね、はいこれはやっぱ苦しいと思うよ、戦っていて。どうしてもそのツーアウトまでは行くんだけれどもっていうところでいや使ってみなきゃわからないっていうさ、うん、安心感を持てないよねまだね、うん、だからそれは苦しいと思うよ。今永が投げてる時は点取らないしなそうもう本当に胃が痛くなると思う。もう今永投手でも勝てないのかっていうふうになってきちゃいますもんね、うんまあだから監督としては非常にねチーム状態も厳しいので厳しい戦いを強いられているわけですけれども、まあそうだな監督のねどうしても総評しなきゃいけない、ね、まあまあそういやだからそのなんていうの危機管理っていうのが、うん、まずはどうだったのかなっていうことと、まあよくやってんだよ、うん、点が取れないから送ってみたりだとかさエンドランかけてみたりだとかさ、はい、いろいろやってんだけどねなかなかやっぱこう取れないなですね、うん、取れないですよね。あまあこれはまあ打順の組み方とかね、はい、まあ森内が言うようにそれはあるかもわからないな、はい、さあ4位巨人原監督なかなか A クラスに届きそうで届かない位置にいます。そうだな唯一他の球団の中でもピッチャーの交代の時に必ず原監督だけはマウンド行って、ね、手は打ってんだよ。手は打ってる、うん、手は打ってるけど泣かないんだよ、うん、ホトトギスが菅野にしたってさ、うん、やっぱお前の力ってこんなものになったのかって、はい、それをもう見極めなきゃいけないのかっていうふうなおそらく原監督の中でも葛藤があると思うんだよね、はい、で良かれと思ったピッチャーがフォアボール出すとかさいきなりもうねやろうとしてることは分かるんだけどホトトギスが泣かない。あのプレイヤーたちが泣いてくれないってことですよね、うん、だから泣かしてみようと思ってんだけど泣かない随分頑丈に泣かないですね。もう殺してしまえみたいなそれ織田信長の方ですねっていうようなそんな状況にあるよね。だからやっぱ坂本が帰ってくると大きいのかなっていうような気はするけどね。まあそうですね、うん、だから今ピッチャーのこと言ってたんだけどもでもその秋広とかね、まあ、よく我慢してずっと使い続けてるしねだから我慢するとかこう我慢をしながら、うん、まあいろいろやってんだけどさだけどなんていうんだろうなもう一つなんか期待に応えないというかさ、はい、これだけ使ってあげてんじゃんみたいな中継ぎ陣とかそうですよね。そうそうそうだからそういうところのジレンマはあるしまあ先発で言えばグリフィンなんかも悪くないんだけどもさ、うん、もうストライクばっかしか投げないとかさ、はい、もうね大城がこうやって広く来いっつってんのにストライク行くとかさ、はいいや違うってそれ菊池投手でもありましたね。あったんだけどお前いやまあ分かったからってもうこうやって実施してましたからここにこう打ってたらここに来てんだからだからまあそれをこう使ってる監督が悪いって言えるかっていうことだよね。だから非常に苦しいと思うよなんでできないのって。いやだから例えば中継ぎの継投にしてもファンの間では原監督なんであんなに継投を小刻みに行くのって疑問っていう声も上がるんですけどそうせざるを得ないってことですよ。そうせざるを得ないのと、うん、やっぱりこう監督ってさ信頼感があったら使ってるよ、はい、いやこれ絶対抑えるって、うん、だから信頼感がまだ得られないんだよね、うん、だからそういうふうに変えてやった方が選手たちの負担も少ないんじゃないかっていうふうには思ってるはずなんだよね。だからそれはもう仕方ないよね。今絶対的中継ぎ選手っていないよね。いなくなっちゃいましたよね。まあ、中川もちょっと不安定な部分も持ち合わせてるし、はい、苦しいと思うよ。ね、まあ、大勢投手もね、今季いつ結局復帰するのかもわからない状況ってなってしまいました。あ、そうだな。で、その野手でいうとこ、まあ、坂本選手があともう時間の問題で戻ってくると思うんですけれども、例えば丸選手が2軍で調整中だったりとか、中田選手も今中島選手とこう、まあ、併用というかながらっていう、こういうところでの使い方、原監督のはどうですか？怪我を抱えてるからな、だからもう併用にするしかないんだろうけども、それは中田翔が元気であればね、はい、ファーストっていう、まあ、守備も任せられるし、まあ、安心感はあるんだろうけども、だから、まあ、怪我人とともに、まあ、秋広がファーストやったりだとか、はいろいろやりくりはしてるよね。今年本当にだからこうやって言うとさ、はい、また原監督に忖度してるとか言うけど、じゃああなたやってみればいいじゃん。今のメンバーでね、メンバーでやったらやりくりするだろうって。そうですね。で、期待に応えられなかったら変えるしかないだろうって思うよ。別に忖度じゃない、そのやっぱ現場も知ってるしね、苦しいと思うよ。苦しいけど切れた顔しないでよく我慢してやってるって。そうですね、確かに。ただチーム作りとすればさ、まあ、ホームランが出た時にはかなりの確率で勝つんだけど、はい、ホームランが出てない時にはなかなかこうシビアなゲームになるんだよね。だから両面持っていくと強いよな、うん、ホームランも出る、はい、出にくいピッチャーの時は足を使うとかさ、それもやってるんだけどね。やってるんだけどなかなかうまくいかんというね。でも本当に今シーズン始まってから多分打順ってね、ほぼ変わってるっていうか、日替わりでなかなか、まあ、大きくは変えてはないけどね、うん、大きくは変えてないけど、まあ、差し込む位置を変えたりとかしてるよね、うん、なかなか厳しいですよね。そうだな、苦しいよ。だからなかなか A クラスに浮上できないっていうもどかしさありますよね。そうだな、さあ、ヤクルト高津監督です。まあ良かったり悪かったりだな。一進一退ですね。でもどうですか、この1ヶ月ちょっとチーム的には抜けたのかなっていう、その一番最悪な時は村上がね、多少上がってきたからね、はい、ホームランも出るようになったし、なんかこう掴んだっていうね、インタビューでも言ってたけども、自分のトレーニング方法にちょっと戻したら感情が良くなったというね。で、今まではちょっと違うようなことをやってたみたいなんだけど、まあ、そういうことを言ってたけども、ただやっぱり俺が一番問題なのは高橋奎二が勝てないというところが俺は問題だと思うよ。そうですね、うん、やっぱ計算に入れるピッチャーがなかなか思うように勝てないというで、高津監督ももうやりようがないんだよね。だから野手で言えば並木を1番に入れてずっとね固定で入れたり、青木とか山崎を併用に使ってみたりだとかさ、いろいろやってるよね。で、山田がいない、そこに竹岡だとかさ、うん、はい、元山だとか入れたりとかね、いろいろやってるんだよ、うん、もうやってるんだけど、野手はある程度打てるようには感じは戻ってきてるけど、やっぱピッチャーだよな。そうですね、先発ピッチャー中継ぎじゃあ疲れとか、だからこれ以上何ができるっていうところまで来てると思うけどな。今更先発ローで崩すこともできないでしょうし。そうだな、石山、はい、ピッチャーの石山がもう少し頑張れんかなっていうね。あれだけのボールの力があってね、はい、で、打たれ方がやっぱ簡単にというかさ、まあ、そういうところもあるから、あそこら辺がやっぱりしっかりしたこう仕事をしてくれると、はい、もう少し楽になるのかなっていうような感じはするけどね。そうですよね、うん、良かったり悪かったりちょっと波が激しいからね、うん、はい、それとシチュエーションによってちょっと弱気になったりだとか強気になったりだとか、まあ、そういうことがあるんで、うん、あそこで粘れてると、まあ、ヤクルトの打線っていうのはやっぱ破壊力も持ち合わせてるからね、はい、だから勝負になっていくんだけど、そこら辺で崩壊しちゃうとさ、もうそうですね、うん、まあ、じゃあ使わなければいいじゃないかって言うけど、いないんだよ、他に使える選手がいない、なかなか見当たらないよな。そうですね、まあ、なかなか厳しい、苦しいよ。高津監督厳しいですね、今年ずっと。いや、だってレギュラー2人いないんだからな、塩見と山田が。そうですよね、だからそれでもやっぱこうある程度点は取ってきてるからさ、あとはやっぱ僕ピッチャーを頑張らさないとな。そうですね、ここからちょっと A クラスに入るためにはそうですよね。さあ中日立浪監督です。いや、良くなってきてるんじゃないの、と思うけどな。でもよそから来た人、まあ細川、宇佐美、川越、まあその3人でクリーンアップ組んだこともあるけどさ、ありましたね。なかなかやっぱ厳しい中でこう頑張り出してきてるよね。でオスナー取ったらどうのこうのって言われたけど、まあ野手だろうって言われるけど、やっぱり野球はピッチャーが7割占めるというね、勝敗に。でオスナーもいいしね、だから悪い状況は脱してるんじゃないかなというのは気はするけどな。戦えると思うよ。あ、そうですか。おじゃない。いやいや、例えば彼のチームってさ、どう評価していいかって分からないんだよね。ある日のその打順を見たときに1番にビシッ入ってて、何が起きたんだって一瞬思ったからまあ1日だけだったんですけど、とかあったりとか、まあ、今、大島選手をまあ6番で起用したりとかもあるんですけれども、まあ、いろいろやり取りしてるのかなっていう。まあ、ビシエドを1番に据えるっていうのは、その時今永だったと思うんだけど、ピッチャーがね、ある種奇襲だよね。やっぱそうだったんですね。でやっぱり今永も1番にビシエドが入ってきてるっていうのは気持ちのいい話ではないよ。ただ周りから見てるとなんでビシエド1番なんだっていうことはあるにしても、やっぱ勝負事って意表をつくっていうことは大事なことでさ、だからそれもやっぱり意味がちゃんとあってやってることだから、やけくそでやったわけじゃないからまあそうですよね。だからそれはやっぱ組んであげなきゃいけないし、理解をするにはちょっと難しいかもわからないけども、でも結果的には出なかったけどもね、だけどやろうとしてることは正しい方向に向かいつつあると思うけどね。あとショートで完全に今もう龍空選手をスターティングメンバーというかレギュラーで置いてるっていうのも、やっぱ立浪監督がこの1ヶ月ちょっとぐらいでしてることだと思うんですけれども、これも当たったというか非常にまあ分からんよ、まだそこは分からない。田中がいて、田中がねちょっと離脱してて、まあ開幕前からね期待してたルーキーなんだけども、でもその子がいたら、まあ、あの二遊間というのはどうなってたかっていうのは分からないからね。でも立浪監督が内野手出身であの程度で満足してるとは俺は思えないんで、それはまあ打率だったり守備の面でも、もちろんもちろん、だからもうちょっと高い次元で求めていくと思うんだけどね、それにこれから龍空が期待に応えられるかどうかっていうのは、まあここから先のね、どういうふうに育てていくのかっていうのはこれからじゃないかなと思う。それまではやっぱまだ使ってるけど2軍の選手だなと思ってたもん。率とかバッティングの内容とかね、だんだんこう形にはなりつつあるけど、だけど立浪監督が内野手出身であれで満足はできないよ、絶対に、だからこれからだよね。でもそうやって我慢をしながら、まあ、使ってる立浪監督の気持ちを考えると辛いと思うよ。でも形にはなってきてるよな、だからそういう面では良くなりつつあるなっていうふうには思う。さらに先に期待できるこの1ヶ月間だったな。まあそうだな、と思うけどな。最初にさ、オールスター明けに当たったのが広島だから、もう絶好調広島だから。そうですね。ちょっとそれ。いやだからまあそこら辺の不運はあるにしてもね、違うところから当たったら。また違う形になってたし、でもまあこれからだよ。これから期待できる1ヶ月でしたね。そしてリーグね6チームの監督ねのちょっと総評というか、満点パパのところもあれば頑張ってというところもありましたけれども、またね次はちょっとパ・リーグの6チームの監督を取り上げていきたいと思います。